ハンバーガーとアイスコーヒーの話。ハンバーガーとアイスコーヒーの話。最近またコーヒーをね、粉で買ってきて置いてるんですけども、1日1回ぐらい、特におやつですかね、おやつ、あるいは夜食。毎食コーヒー飲むちょっとね、カフェインがきつすぎるし、体調を崩す可能性もあるんで、食事の時は紅茶にして、で、コーヒーは1日1回ぐらいおやつとか、あと、夜食とかでなんか食べるときに、飲むと。それで、真冬はね、ホットコーヒーの方がいいんだけど、私アイスコーヒー大好きだから、アイスコーヒーおじさんだからね、なるべくアイスコーヒー飲みたいんですよ。で、真冬だろうが何だろうが、アイスコーヒー飲むようにしてますね。選べるんであればね。で、家で飲むんで、アイスコーヒーなんですけど、うまいな、うまいなって。それで、極めつけはね、昼間にね、ハンバーガー買ってきてんだね。で、ちょっと昼間食べれなくて。で、買ってきてるだけ買ってきてて。で、3時ぐらいにちょっと温めて、チンして温めて、ハンバーガー食べて、お昼兼3時のおやつみたいな感じで食べようかなと思ってね。で、飲み物何するかなと思って、普通はアイスティーとかね、紅茶で、ホット紅茶とかね、するんだけど、ああ、コーヒーがあるじゃないかと。これ、ハンバーガーというのは洋食ですからね。だから、コーヒー合うし、アイスコーヒーいいですよね。これ、絶対美味しくなるだろうと。ハンバーガー、あんまり私ハンバーガー買ってきて食べないんだけど、ハンバーガーと、それから、ホットコーヒーね。このハンバーガーもね、チェーン店の名前は出せませんけど、激うまのやつね。はい。屈指のハンバーガーです、これ。チェーン店です。普通の、よく見るチェーン店だけど、その中でもうまいと言われてるハンバーガーチェーンね。そのハンバーガーね。ハンバーガー2つとポテトぐらい買ってきて。でね、チンして、で、お湯沸かして、ホットコーヒーにして、で、グラスに、氷をパンパンに詰めて、で、その中からドリップして、で、食べたんですね。これがね、もう激うまで、やっぱりね、ハンバーガーをね、このアイスコーヒーで流し込むみたいな、こううまいですよね。で、コーラみたいにね、糖分がすごい含まれてるってのもいいんだけど、コーラの場合やっぱり罪悪感あるからね。ちょっとこう、カロリー取りすぎかなとか、糖分取りすぎかなっていう罪悪感あるから、コーヒーの場合はね、そういったことはないんで、いいですよね。純粋にこの、ハンバーガーのカロリーだけだからね。まあ私ね、あんまり、カロリー取りすぎてもね、もう太んないですよ、もうね。自転車乗ってますから。自転車乗ってるから、太ったと思ってもね、すぐ痩せますね。すぐ、お腹とかね、出たなと思ってもね、1日2日で、ね、すぐペコってね、こう、へこむのね。やっぱこれ自転車乗ってるから、まあ、基礎代謝が高くなってると言いますかね。はい。そういうこともあると思うんで、特にね、冬場はね、太らないんですよ。寒いからね。夏場はね、体温調整する人あんまり必要ないから、太りやすいんだけど、でも、それでもね、太りませんね。はい。まあ、でも、太る太らないはね、いいんだけど、このね、ハンバーガーをね、このアイスコーヒーで食べるっていうのはね、すごい合いますね。これ何なんでしょうね。まあ、特に珍しい食べ方じゃないんだけど、このバーガー屋さんとかでもね、こう、アイスコーヒー買えますから。いいんだけど、自分でドリップしたお気に入りのね、味とハンバーガー、非常にね、美味しかった、ということです。